お、ミリが開きました。ルシアンも開いてます。ミリオルシアン、ミリオコグマ、あ、ミリオジンクス、サポート、ラカン、ルル、あ、ルルね、確かに。ルル開いてたわ。うん、まあそうね、ビエゴは、ビエゴとカジックスとか結束？まあそしたらノクターン出てくるか。あ、リーシンね。カジックス枠じゃん。いや、暴れてるわけじゃないけど、まあ選択肢の一つだね。この、なんで、カジックスとかビエゴとか今バンしてるかっていうと、まあ兄が、まあミッドに来るわけじゃない。兄がミッドに来るんだけど、兄だけでキルを取れるチャンピオンはまあそういなくて、兄の CC に合わせてスノーボールをするジャングラーが欲しいわけよ、TS は。で、そのスノーボールができるチャンピオンを LNG は消してるんですよ。ダメージが足りるとか、ビエゴなんかもスノーボールできるじゃないですか。アニーがミッドにいれば。で、なんで、こう、キャリー系のジャングラーを欲しいんだろうなって、アニーとセットで運用するときはね。まあ、その辺を警戒しとけばいいんじゃないのっていう。これでカジックスか、そうなんだよ。こういうキャリー系になるんですよね、相方が。で、これで例えば、セジュアニを取ったとかいう場合は、もうプロテクト ADC 構成になるので、こんな感じでわかるんですよね、大体が。なあ、うん。なあの方がよくない？まあ、グラガスにするか。アニーだけじゃ心もたれに足りねえってなって、エンゲージ要素を増やした。ウーコンリサンダラってどうなんだろうな。まあ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 。まあ、これもミトジャグでスノーボール先にした方が、みたいな。結構死んじゃう良さそうだけどね。TS の構成。死んじゃう刺さりそうだったけど。このリサンドラは、エンゲージ要因です。エンゲージは2枚欲しいんですよ。基本的には。1枚だと、もうそいつが見えるか見えないかで、状況として動かされちゃうんで。左側の構成見てもエンゲージが2枚あるじゃないですか。右側見ても2枚あるんですよ。ウーコンリサンドラっていう。で、これがエンチャンターサポート取った時の弊害なんですよ。逆に言うとね。これがノーチとかレオナとか取っとくと、幅が広がるんですよね。ジャングルとかミッドとかに。いや、これ苦しいどころか、1v1 ウーコンに勝てないんじゃない？ 6 になんないと 1v1 きつくね？カジックスって。A レベなんかそんなに強い印象ない。あ、リコールしてる。カジックス。レンジが伸びるスペーシング、マジ最強。ミリオのダブルでレンジが伸びてオートアタック回数が、マジでえげつないことになってる、ここ。ドゥーン。はい、ドゥーン。はい、ドゥーン。ほんとクソ。大丈夫、ボットが勝ってますんでカバーできます。ウーコンキャリーラインに乗りそうですけどね、これ。相当うまうましてんな。ドラゴンだ。でもウーコンが、しかもミッドが、ルーキーが先行6でミッド勝った。ドラゴンこれやりづらそう。
カジックスがルート遅れてる分だけ逆に早くボットレーンに到達してんのおもろい。えらいな。これでドラゴン触れなくなりましたね。LNG は。このね、まあ細かいところですけど、こっからさ、ジャングルがリコールしてさ、ボットサイド行くじゃない。空間もボットサイドで、まあ、カジもボットサイドで、でボットレーンのウェーブを見るんですよね。ボットレーンのウェーブを見るとミニオンウェーブ貯めてるじゃないですか。だから次の、この次は多分キャノンがあったかな。このビッグウェーブを押しちゃってたら、まあ勝ちなわけですよ。ドラゴンに行けるわけですよね。だけど、ミッドが6先行ティバーズで体力削って、ウコの到着が遅れてるからまだ強気に行けなくて、代わりにカジックスが到着してるから、ES 側、ブルーサイド側はボットレーンめっちゃ強気に行けるっていう。おかしいってなってるんですよね、LLG サイド。これはおかしいっつって。このウェーブでこんだけ強気なのはおかしい。カジックスいるって。で、ウェーブ整えてから、ボットレーン、クルーグ狩りに行ってるじゃないですか、カジックス。これで、キャノンがもう倒してるから、TS サイドは。ビッグウェーブを押し当てることができないですね、LNG は。なので、ドラゴン触れないので、ウーコンがボットにカバーに来て押し当てるみたいなことを狙うわけですけど、そのタイミングでもカジックスがカバー来てるっていう。で、ミニオンの数を見ると、TS が勝ってるので、ミッドも勝ってるし、これでリバー出れますね、カジックスが。グラガスは TP やるからどうするんだろう。トップレーンにテレポートしたのを見て、サイオンが素晴らしい。このサイオンのプレーを笑う人もいるかもしれませんが、このサイオンのプレーによってドラゴンが取れます。このプロキシーをするメリットって何なのっていうの話になるんですけど、これだね。ここの今サイオンがさ、セカンド、このウェーブもさ、プロキシーしてるじゃん。このプロキシーをすることの最大のメリットは、ミニオンのクリアが早いので、先にサイオンがフリーになる時間が得られるっていうことですね。ここだね。この後、グラガスはまだウェーブ来てないんですよ。レーンに。トップレーンのミニオン見たらわかるけど。今、ようやく来たんですよ。あのウェーブをグラガスが処理しないと、要は、丸々ロスになるわけですよね。で、キャノンウェーブなので、もう310ぐらいロスになるわけですよ。経験値も。で、このサイオンが、このウェーブの間、暇じゃないですか。で、テレポートをトップに使ったのも確認してる上で、ドラゴン触ってるんで、このサイオンのテンポで取りに来たって感じ。レッドバフまで守ったら、もうこれ、サイオン やってますね。3人分ぐらいの仕事をやってますけど。まあさすがにね。でもグラガス寄せたんだったら、まあ2人分の活躍をしましたね、このプレーで。サイオンはグラガスは結局ジャングルレッドバフのためにカバーしないと取れなかったので、トップレーンのミニオンイーブンですからね。お、倒せるね、これは。サイオンと一緒にやってればうまくいっただろうけど、サイオンいなかったんだよね。これカジックスだったらな、倒せるんだけどな。グラガスなんでね。サイオントップに移ってるし、戦っちゃいけなかったね、スカウトは。いや、フォーカスの問題です。フォーカスの問題。要はカジックスだったら、これで多分8割9割ぐらい体力消し飛んでる、もしくはデッドなので倒せてるんですよ。ただグラガスなので耐えてしまって、スキルがないわけじゃん。もうリサンドラとウーコンのさ、アルティメットがないわけだから、カジックスがフリーで殴れるわけですよ、こっから。で、カジックスの方がグラガスよりもダメージが出るじゃん。そのカジックスがもうずっとフリーだから。ウーコンも確かにダメージ出せるチャンピオンですけど、ウーコンがダメージ出せるのって9レベと11レベなんですよね。
結局はディバさんがあるかとか、まあ、アルティメットの1レベルと2レベルでダメージめっちゃ変わるんですよ。3倍ぐらいに増えるんで、アルティメットのダメージ 2.5 倍だったかな、2倍以上増えるんですよね、アルティメットのベースダメージが。ウーコンって6レベルと11レベルの差って、あ、サイオンがトップに行くんだったら行っちゃいけなかったし、もしあそこで戦うんだったらサイオンいるべきだったし、まあでもグラベスがあそこに多分いない前提で動いてたね。多分2人でリフトヘラルド触ってて、サイオンはトップレーン押してからリフトヘラルド見に行ってみたいな考えてたんだと思うけど。ボットレーン順調だな。やっぱミリオ強いな。ミリオマジイカれてるな。お、スワップした。アープレートゴールド入れたいらしい。完全にテンポ取ってるけど。ここ勝負だね。いや、ミリオが偉いな。ちゃんとくっついてんの偉い。これで、ジンクスにサイオンの目の前だけど、入れてるかね。LNG もただうまいね。これガラ一人でタワープレート取れるように動いてるんで。グラガスが出てきたら、ルールさすがに出なきゃいけない。これで多分ミシ、コアができるんだろうな。ストームレイザーが多分、そうだね。代わりにドラゴン取って、今度グラガスを狙いに行きますね。だいぶでしょ。トップダイブでしょ。LNG。カジックスも映ったぞ。トップダイブしないといけない。ウーコン映った。さあ、サイオンくん頑張る。うわあ、俺はこのタワーを何としても壊させない。頑張った。俺はここで死んでミニオンを止めるんだ。さあ、テンポを握ったのは TS、 遅れたのは LNG。 このテンポの差でリフトヘラルドタッチ届くか。あ、届かない。あ、でもこのポンプレイでテンポを取り戻した。素晴らしい。え、うまっ。リサンドラこれ何してたんだ。リサンドラがミッドでプッシュ勝ちしたのか。なるほど、これで差が生まれてるんだ。ボットのテンポは TS だけど、リサンドラだけテンポ持ってて、そのリサンドラがミッドに動くことで、ここでテンポの取り返しができたんだ。なるほど、このワンプレイでかいな。スカウトがミッドレーンで勝ってたのが影響してる。ミッドシージだ。チャンス、リサンドラ入れ。ジンクスフリーだけど、タンクの溶かし合いでジンクスの方が強いけどね。どうすんだろう。ドミニクリガードあるから。お互い当たりたいけど、うまく当たらないとってなってるね。
まあもうお互いミスを拾うような流れになってる。だミッドの主導権が TS 側にあるんでサイドもやりやすそう。なんとか無理やりサイドクリアしてるけど、いやもうこれ大立ちんだね、しょうがないね。これはこの後の回収のプレーに期待ですね。 LNG はジンクスカジックスがな、アニーをちょっと狙おうとしてますね LNG。 確かにアニー取れたら楽だな。決めた。うわ、カジクス？いいっすね。バロン触ります。ん？あ、ここのアニーが捕まったのですか？いや、これはもうずっと LNG が、ね、狙ってたんですよ。あのトップのレーンにコントロールワード置いてるじゃないですか。でこのアニーがこのコントロールワードってどういう風に使うかっていうと、アニーがこのウェーブクリアした後の動向が見れるんですよ。こうやってこれ今こっちに行ったからそんなに情報としてはないけど、これをこっちに行ったかが見れるんですよ、ここのこれによって。でもこっちに行ったっていう情報があった場合、角キルなんですよね。で今下に行ったんで、今リサンドラ行かなかっただけです。これもしここで上に行ってればサイオンが TP 準備してるんですよ、バレない場所で。で入ってサイオン TP から1キルっていうのを狙うっていう動きです。ずっと狙ってるんですよ。でアニーが安易だったのはここにワードを受けてなかったことですね。 DS 側はここでアニーが映っちゃって、グラガスは多分関係ないと思うけどな。グラガスこれずっとレーン映ってないはずです。こっから。ミニマップ上で。LNG はもうずっとアニー狙ってて。本当だったらここに置いてるワードでカジックスの動向とかもチェックできたんですよ。消されてるから見えないけど。いや、置いてからっていうか、なんだろう。ここのルートをさ、アクションしようとしてるじゃん。ここのルートの時ってここは消しとかなきゃいけないね。ここ消してれば何が起こるかっていうと、ここ通れないんですよ。こっちから行くしかなくて、トップレーンにアクセス、このミニオンにアクセスするためのルートがね、ここ消されてた場合、 LNG サイドの視界がない場合は危険エリアになるので。だけどこのワードが残ってるから通れるんですよね。ここのワードが全て、これを TS 側が消してればなんとかなった。カジックスも危険エリアだっつってカバーに行ってますけど、ちゃんとアフェリオスルルを消してる状態で行ってるんで。うわ、でもジンクス強っ。これ戦えないな。取っちゃった。バロンの選択自体は正解だね。いや別にうまくいかなかっただけで人数差あるし。アフェリオスがジンクスにずっと勝ててなくて、マップの主導権が取れないじゃないですか、ここまでの試合で。でマップの主導権が取れないってことはもうずっとテンポ握れないんですよ。試合の主導権が握れない。
だからさ、全然バロンに触ってバロン取れば主導権握り返せるから全然触りますね。ここは触んないとずっとジンクスからカジックスの脅威に怯えることになるだけなんで、そうそうそう、もうミッドレーンでジンクスに対してアフィリオスが勝てない限りは厳しいみたいな。でもいい、ナイスチャレンジですけどね。これ LNG もかなり厳しい中でアニーのキャッチずっと狙って成功させてバロンまでつなげてるんで、弱いチームだとこれできないですから、もうズルズルいって負けるんで何もできないまんまで、 TS サイドがバロン触ってワンチャンまで何もしないみたいな。強いチームですよ。こういう負けてる時にワンアクションからツーアクションにつなげて逆転狙おうとするのは普通に自力のあるチーム。うまくはいかなかったけど、まあナイスチャレンジっていう。まあミリオってダメだったねっていう話になると思う。結局アフィリオスルール優先したけどミリオ開けてまでね、思ってる以上に電気使ったわ、ミリオバンしようかっつっていうフィードバックになるだけ。だって低レベルでカジックス潰したレーニングだから、ジャングルのプレッシャーとかがほとんどない中でやってるわけだからね。多分もう純粋にミリオのパワーだと思う。LPL でミリオ取って負けてる試合俺見てないよ。確かミリオ全部勝ってるはず。 LPL アフェミリオにしたらレン勝てるやつ、いやジンクスルルとか出すんじゃないの結局。まあもしくはゼリユーミ、勝つ必要がないチャンピオン。あとアフェとミリオってそんなに相性いいとは思わんけど、強いだろうけど最大限強いみたいな感じではないだろうね。うわミリオ強リサンドラのアルティメット、アルティメットで解除すんな早くね今のクレンズないよな、ミカエルじゃないよな、これアルティメットだよないや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 、なんかサミーラとか合わなそうだね。さすがに。